ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラゴルフ。今回は南茂原カントリークラブに来てます。そして今日のゲストはなんとトータルテンボスの大村さんです。どうぞ。なんととかいらないでしょ。ゴルフ業界の人に別に全然ですから。なんだよ芸人からになってますから今。いやいやそんなことないでしょ。いやー好きでチェケラゴルフ。嬉しいです。見てるんですよ。ありがとうございます。超嬉しい。生で今見れて。何言ってるんですか。ここで。生で見れて。結構やっぱりゴルフをじゃだとか声を抑えめなんだなとか。いや何言ってるんですか。やめてください。いろいろ感じながら今聞いてました。あゴルフ場だからな。ちょっと声抑えてるんだっていう。そんなことないんですよ。今回は私たちゴルフ業界を盛り上げようでやってるんですけど、盛り上げましょうよ。はい。そうでもう有名な大人気の大村さんに来ていただければ。いじってる。もういじってる感じにしか聞こえないけど。ゴルフ業界もさらに盛り上がるんじゃないかなと思って。芸人界はもうゴルフすごい盛り上がってますから。そうですよね。めちゃくちゃ大好きな人いっぱいいますから。なんかそんなイメージします。僕なんかが盛り上げなくてもこれ。もう松山君もすごかったですし。すごかったですね。今すごいんじゃないですか。はい。どこ行ってもなんかいっぱいですよゴルフ場、練習場とかも。確かに。松山君効果ありましたね。はい。だから今もう雪乃先輩と松山君が盛り上げちゃってるから。やめてください。盛り上げられてる方ですよもうこれ見て。勘弁してください。これ見ていろいろ崩させられてますし、いろんな教えがもう頭こんがらがって崩させられてるんですよ。これによって。じゃあそんなこれに今日責任持って今日ちょっと直してほしいというか。わかりました。じゃあ今日ちょっと普段教えてもらってる立場ですけど、今日ちょっと教えてもらいたいなっていう感じで来てますよ。じゃあここはこの人のあれだっていうパターンで。なるほどそういうのお願いします。はい。じゃあこんな感じでよろしくお願いします。それではチェケラできた。今日はのほほんラウンドです。いいですか。はい。気が楽だな。俺これでいい。あ、どうぞ。そうだ、どうぞ。先どうぞ。いやー、普段芸人界ではマリガンが通用してますけど、ここでは通用しないけどね。芸人界マリガンあんだ。マリガンですよ。もう朝一なんで絶対やっちゃいますもん。お願いします。お願いします。頼むぞー。当たった。ちょっとだ振っちゃって左行っちゃいましたけど。ストップ。危ない。あ、でもオッケーオッケーオッケー。いやー、ちょっとスタート。ヒヤヒヤしましたね。しましたね。やっぱり最初はもう体も動かないし。確かに。飛距離アップが成功してる。何ですか？飛距離アップ。あ、してます。いや、してますけど、でもコースじゃしてないです。なんで？やっぱ練習場とコースだと全然意味ないじゃん。なかなか一緒にできないんですよ。でも今日は満振りでいきます。オッケー。お願いします。お願いします。ナイスショー。ありがとうございます。まっすぐでしたね。よし。いやー、いいね。さすが。いいね。ナイスショーだね。朝一なのに。ありがとうございます。なんで？そう、曲がる時もありますけどね。でもやっぱ最近ではショルダーパッキングですね。私の時は。あ、ショルダーパッキングか。無理せずか。あ、これはもう。こういう時どうします？これはもう出すだけですよね。出すだけ。こんなところ狙わないですよね。これ狙う？いや、その顔。いやでもこっち狙うかもしれない。こっちに行っちゃってるんですいつも。でも結局こっちでいいったと思います。こっちで。でもなんか男かよみたいな顔してたよね。でも見てください。このライはやばいよね。このライはあっちですね。絶対あっち行きましょう。パコンあるし。無難にあっちでしょ。絶対あっちです。あっちすらだってその土だもん。しっかり当たるかって話じゃない。あっちにしても。何番ですか。7。いきます。やべえ。ああ、オッケー。おしよ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 し。よっしゃ。よかった。おお、ちょっと。まあいいか。トップな感じだけど。まあいいですね。全然いいっしょ。よいしょ。あれサブグリーンなんだった。乗せたいですね。ちょっとつま先下がりの左足上がり。ガシャンクした。よく出ますねこれは。難しい。ここでも難しいですねライが。全部。いやでも確かに。なんか全部こんなどこ乗っけてもさ、ビシッと乗せたいっすね。なんとか。食われてるな。いやー、なんとかダボ目指しましょう。ね、とりあえず。うわー、トップ止まんない。ちょっと暴れちゃってます。おーよいしょー。ストップ。あ、ちょっとでかいか。あ、でも私も暴れちゃってます。ちょっと小暴れしてるけどでも暴れ方甘いよまだ。あ、うまいめちゃくちゃうまい。あー、でもこれはあっち行っちゃうか。うまく入れたんですけどね。超うまい。でも止まんないでしょこれは。塩見プロに習った。おお、引き出し多いっすね。ピッチングだ。ここはあのプロに習ってあれだっていう、もう引き出しが。ああ、ピッチングで転がすんだ。ピッチングで。うわ。止まんないな。いや、止まんない。まあ、いいか。うまいね。いや。こういう時やっぱピッチングはいいんだ。って言うんですけどね。もうちょっと寄る予定でした。ためになる。あんなの。頑張ってふわっと上げようとしてるもん。ナイスタッチ。ありがとうございます。先輩から今それフックでした？フックですね。お先失礼します。はい。あ、こっちは全然切れない。ナイスタッチです。おお、ナイスです。いやー、なんだ叩いたんでしょうか。ナイスショー。ありがとうございます。いや、ほんと曲がんないね。ありがとうございます。気持ちいいね、まっすぐ行くね。嬉しいです。あれ欲しいな。あのスキル。ああ、でもいい当たりだけど。じゃあでもちょっと老けてますよね。結構右ですね。あれは？あれでも池かもしれない。池がある方向ですね。あ、行ってるよ。行ってる。登るか。登ってる。どうでしょうね。登ってるよ。なんか多分乗ったかギリギリ乗ってないか。なんか色目変わってるからグリーンなんじゃん。勝ちかも。エッジぐらいかね。おいしょ。はい、よかった。俺が池入れてるっていうのに通をしてますわ。パーを。楽しいっしょ、そんなうまくまっすぐ行けば。まあ楽しい。うまくいくとめっちゃ楽しいですよね。楽しい。でもめっちゃ調子悪いともうなんだよこれって感じになりません？いや、なるし、でもな、それもまた楽しいんだけどね。ああ、わかりますわかります。うまくいかねえなーっていう。そうそうそう。右のグリーンですかね。右向いてたでしょ今。ね。言ってくださいよ。こいつ右向いてんなって思ってたでしょ。これは上げて、うん、もう本当エッジのイメージ、うん、であれフックしていくのかな。ちょっと右からかな。そうですね。あ、でかい。あ、でもなんかめっちゃスピン効いてます。効いてるけど、あとまた。でもスピンめっちゃ効いてましたね。ちょうどうまく入ったのかな。ちょっとトップ気味にいったのかな。でもやっぱりフェース面右向いてますね。今思ったけど。さあ。さあ。バーディートライ。はい。でもパーでいいって思う。おお、ちょい弱いね。グリーン早いという意識が。確かに。これは早いよ。これは早いよ。これは早いじゃん。今日はなんかそうでもないんだ。すげえ下ってたね。オーバーの返しのあるあるはショートだから。そうですね。しっかりおっしゃー OK です。もう先行っちゃいます。はい、OK ですよ。はい。OK ありがとうございます。OK いつもしないですか。オッケーをその断るノリがあって、あ、いらないみたいな。そうなんだ。じゃあ今日はオッケーなしでいきましょう。オッケーなしでちょっと行かしてもらっていい？はい。ナイスパ！ありがとうございます。うまいっすねやっぱり。いえいえいえ。勉強になります。ちょっと巻いてるけどナイスショット。なんかどうだろう。あ、手前だ。こういうなんかフックみたいなのも出るんだ。そうなんですよ。ああ、まだ右か。ああ、でも耐えろ耐えろ。ああ、なんとか右に。でもこれ中西直人プロのやつなんですけど、結構こうやって構えてちょっとこう右がこう肩がかぶってくる。はいはいはい。かぶってた。はい。とやっぱこういつも意識してんのよそれ。え、そうなんですか。だからさっき体幹っていうの入れられてもう右がかぶるの忘れちゃった。こうでしょ。そうで左手が見えるように。そうで右はちょっと曲げてこう下からみたいな。こうだとやっぱアウトサイドインでこうスライスって、ああそうかそうか、右に曲がる球がそうだが捕まりにくくなっちゃう、ね、こすり玉みたいな。そうね、今のも気持ち悪いよね。よいしょ。ありがとうございます。ダフでもねちょっとダフったかな。まあいいですけど。綺麗に当たったよ。めっちゃいい当たりじゃないですか。綺麗に当たってバンカー手前ぐらい。え、超いい当たり。オッケー。きたきた。楽しいやつだ。今のは楽しいやつ。今のちゃんと当たった。だってあのライよ。ですよね。すごい難しいんですよ。あのライ。完璧に捉えて。あれは良かった。これが本当に5球に1回が出るから楽しい。いいですね。今でも本当いい球でしたね。いい球。バンカー手前かな。しっかり当たった。うん。こう。あ、弱いかな。弱いわ。あ、ナイスオン。ありがとうございます。ナイスオンです。よっしゃー。これが楽しいんですよね。いいね。いいゴルフしてるよ。ありがとうございます。オッケー。やってもうたー。え、でもねちょっと待って、え大丈夫？あるあるある、あこれたまにあるんですよ、アプローチトップ。あれかな、今のがショルダーパッキング不足かな。こう緩んで、そうですね、危ない危ない、忘れてた。またうまい、ゴーうまい、ゴーナイスです。もうちょっと寄せたかったな。でも超ナイスです。うまいよね。いや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 、めちゃくちゃうまいと思う。決してうまくはない俺はもう本当に全てのピースが噛み合ってたら爆発するよいや、しそう、爆発するっていうのは分かってるんだけど、噛み合わない。秘めてますよね、だいぶ。秘めてる感じはしてる。めっちゃしてます。あ、よかった嬉しい。うわー、欲しい。先です。ナイスパー。ありがとうございます。よっしゃー。ナイスパー。忍びねえな。構わないよ。何が忍びねえ。ナイスパーです。きた。さすがじゃないですか。雰囲気出てましたもん。雰囲気出てたね。アプローチで変なトップ叩いても、でもそうそうそう、パーは拾えたと。最後のパーパットもすごいんじゃないですか。嬉しいよ。気持ちいい。こっからこれをね、楽しそうだな。維持できるように。大村さんめちゃくちゃ楽しそう。楽しいでしょ。この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、チェケラー。